ハックニーの初代アマースト男爵、ウィリアム・アマーストハックニーの初代アマースト男爵、ウィリアム・アーマースト・ティッセン・アマーストは、イギリスの政治家、貴族。1835年4月25日に、ノーフォーク州長官を務めたウィリアム・ダニエル・ティッセンと、その妻、メアリーの間の長男として生まれるイートン校を経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチに進学。 1852年の直挙で父と共に、ティッセンアマーストに改正した。1866年には、ノーフォーク州長官を務める。1880年から1885年にかけて西ノーフォーク選挙区。1885年から1892年にかけて南西ノーフォーク選挙区から選出されて保守党の庶民委員議員を務めた。 1892年8月26日に連合王国貴族ハックニーのアマースト男爵に助せられ貴族院議員に列した。この爵位は特別継承規定により娘メアリーとその男系男子への継承を認めていた。1909年1月16日にロンドンクイーンズゲートで死去。爵位は長女メアリー・セシルが継承した。彼女は 第三代エクセター公爵ウィリアム・セシルの三男、ウィリアム・セシル教についでおり、以降セシル家によって継承されていく。1892年8月26日に以下の爵位を新規に与えられる。1856年に海軍軍人、ロバート・ミッドフォード海軍大将の娘マーガレットと結婚。彼女との間に以下の7人の娘を設けた。ありがとうございます。